さあ、集まれどうする実況続きやっていきますか。これ、サブ島なんですけど、まあ、サブ島って基本的に検証用に使ってるんですよね。普段メインの島ではできないことを、まあ、このサブ島でやるっていう風にしてるんですけど、ちゃちゃ丸がね、うちの島に初期住民としてやってきたんですけど、そのちゃちゃ丸が考えてる場所がめちゃくちゃ面白かったということで、今回はそちらの紹介動画、まあ、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、見てもらっていいですか ?3、2、1、はい。いや、お前、どこで考えてんのっていう。いや、これ、すごくないですか？え、初めて見た、本当に。これ、木揺らしたらどうなるんだろう。あ、すごい、すごい、すごい。え、こんなことなる？普通。木の前で、まあ、佇んでるとか、休んでるとかならわかるじゃないですか。引っ越し先、木の前で自分の家を考えてるちゃちゃ丸。いや、今まで2年間ほどサブ島作ってを繰り返してやってたんですけど、こんな光景、まあ見たことないなと思って。見て、この、ただひたすら、揺すられても、木を揺すぶられても、動揺しないちゃちゃ丸。糸トンボも飛んでいます。いや、ちなみにさ、これ住民さんが考えてる目の前でテント立てたらどうなんの？あんまやったことねえな。ちなみにやったらどうなんの？あ、住民さん別のところに行くんか。うわ、なんかそれはそれでちょっと申し訳ない気持ちになるな。いや、でもこうやって島一周とかぐるーっとしてたら、マジで無人島って広いんだなって改めて感じますね。ちゃちゃ丸よ。ああ、まあもうテント張り終わったのか。俺は自然を感じられるところにテントを張って心と体を鍛えるつもりだ。例えばこの辺りなんか良さそうな気がするんだけど、ああ、どう思う？まあ良さそうだねを選択するか。ちょっとおもろー。これ初めて見たわ。木の前で悩むちゃちゃ丸。ちょっと、まあ、オチとかは特にないんですけど、ちゃちゃ丸がすごい変なところで悩んでるという動画の内容でした。てか、目の前にさ、こうやってさ、たたずんで、ここにしようかなとか、なんも見えんしな。ね、目の前は木なわけですからね。まあ、ここら辺だったら、まあ、この辺かなとか考えるけど、ちゃちゃ丸の場合、目の前だったからね。いやー、あんな、ちゃちゃ丸見ることができるんだな。てか、ちゃちゃ丸っていうのもなかなか確率的にはすごいよな。こんな人気住民、新住民でさ、あんな光景見ることできたんだ。あ、待って。もしかしてさ、俺がいるところは吐かないようになってる？そんなことねえな。偶然か。なんか2年経っても特別感あるもんな。新住民っていう。